皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南美容 AGA クリニック新宿院長のドクター笠井です。本日はアルタス植毛ロボットと電動スマート FUE を組み合わせた最新のハイブリッド自動植車ハイブリッド FUE 植毛について、解説させていただきます。まずは、アルタス植毛ロボットで、使って FUE ですね、採取していきます。アルタスは、正中部とかですね、その辺りの部位あるいは、頭皮の状態によっては、正確で、このようなですね、綺麗なハーベスティングをしてくれるんですが、場合によってはですね、私が、電動 FUE を用いて、スマート FUE で採取した方が綺麗に素早く取れる、そういった、こともあります。これは患者さんの頭皮の状態、皮毛角、いろんな、要素によって違っていきますので、それを組み合わせて行う、これが、ハイブリッド植毛になります。アルタスはグラフト採取はいいんですが、まだスリットメイク、そしてプレイシングはですね、手作業にかないません。そこでスリットメイク、ラインスリットですね、これは私がマイクロメスで行います。グラフトプレパレーションはどちらも同じように、マンティス顕微鏡下に行います。そしてプレイシングはやはりアルタスは可能なんですが、まだまだ精度が低いので手作業に頼らざるを得ないというのが実情です。遠方の方、ワンデー植毛、スマートフォンで診察をして1日の診察、当日診察、当日植毛が可能です。神の神チャンネルでは髪の毛、AGA、植毛、眉毛など毛の悩みについて解説しています。チャンネル登録よろしくお願いします。